し者は、こんなことは許されん。選ばれた。ハデスはお前が愚かだから選んだんだ。利用されているのに気づきもしない残忍な殺し屋。人生そのものが過ち、すぐに皆お前のことなど忘れる。太陽を見つめて考えてみるんだな。アーロイ、アーロイ、アーロイ。デブ。ああ、よかった、生きてた。死んだかと思ったよ。他のみんなは？いや、ほら、怪我はしてるけど生きてるよ。機械が壁を突き抜けて進んでったんだ。導きの塔へとあいつを引きずってった。みんなを頼む、デブ。もう行かないと。始まった、ハデスの転送が。マスターオーバーライト装着。名前と階級を入力して起動。エリザベト・ソベック、アルファプライム。マスターオーバーライト起動。絶滅プロトコルを消去しました。
ああ、ガイア、ごめんなさい。それで？話の続きを。あ、そうだったわね。確か、それで子供用の電子工具でオートバッテリーとソーラーテレビの配線をハックしたら草に火がついてね。そしたらそこに100歳くらいの松の木が立ってたんだけど、火がついちゃって。それはいくつの時？6つ。その時運よく母さんがいて消防車を呼んだわ。それでその後私を庭に呼んで、それで死んだ小鳥を見せたの。松の木に巣があったのね。どう感じましたか？わからない。ただどうでもいいって叫んでいた。そしたら母さんが私の顔を手で包んで言ったの。なんと言ったのですか？どうでもよくないってこう言ってた。エリザベト、世界を良くしないのなら頭が良くても意味がないのよ。その頭脳を死ではなくて生命に役立てなさいってね。よく母親の話をしますが、あなたには子供がいない。時間がなくて。それでよかったのよ。もし子供がいたとしたら、その子にどのような願いを？そうね、多分好奇心旺盛な心を願うわ。頑固でしかも無鉄砲で、でも世界を愛する気持ちを持ってほしいわ。ほんの少し。とにかくこれで話は終わり。もう寝ましょう。ゆっくり休んで、エリザベト。ありがとう。また明日ね。